皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室運営のバイブルは、その知識を知っているか知っていないかだけというお話をしたいと思います。最近ですね、こちらの本、私が書いた一作目の本なんですけども、しっかり稼げる自宅教室の開業集客バイブルということで、非常に好評を得ておりまして、コメントとかメールとかいただくんですね。でその中に、多かったお話っていうのが、この本と5年前に出会いたかったとか7年前に出会いたかったとか、要はご自身が開業した時にこの話を聞きたかったっていう方もね、結構多かったんですよ。で私が、この本もそうだし、コンサルタントになろうと思ったそもそものきっかけっていうのは、教室集客に苦しんでいるパンの先生とかお料理とかお菓子の先生が多くて、でその人たちをせっかくいい技術があるのに閉鎖をしてしまう教室があるっていうのは非常に残念なことだなというふうに思ったので、それを救いたいと思ってコンサルタントになるっていうのを決めたのが一番の要因です。で同様にですね、この本を書いた一番のきっかけっていうのは、私の知識っていうのは実践で得たデータをベースにもちろん書いているので、私自身が教室を自分で回してそれでコンサルタントになっているので、その実践記録っていうのは、必要な人には絶対に役に立つと思っていたし、早く会いたかったっていう人が多くなってきたんですよ。いろいろとコンサルティングの話をしている中で、ということは露出頻度を上げたい、露出頻度を上げるために本があると早いだろうなって思って、私を早く見つけてもらうために、もちろん SNS とかはやってるんですけど、それでは届かない人にも届けたいっていうところで書いた動機が本になります。だから当然私はその本を販促活動としてあちこちで宣伝できるように、また全国の書店を回ったりとか、少しでも早く皆さんの手に届くようにやるんですけれども、その何年か前は私も実践をしていたので当然本はないです。だから知識を知ってるか知らないかだけっていうのは当然その時のね、私を探すことはできなかったと思います。ただ私自身も何もない状態で、例えばインターネットビジネスの先生の会員になったり、そういう集客のコンサルティング、長期やってる方と、あと必要な知識を必要な時だけスポットでこう学ぶっていうことをやりつつ、それが別に教室と関係ないようなネットの知識とかマーケティングの知識を置き換えてずっとやってきたんですね。だからそうですね、どれぐらい投資したでしょうね。5、600万とかはね投資をしております。今に至るまでに言ったら多分1000万近くとかになると思うんですけれどもね。なのでそれが結局身になり、また実践にすることができる糧になりっていうところではあるんですけれども、第一弾としてはね、まずその知識に出会える場所に自分が行くかどうか探せるかっていう話と、投資できるかどうかっていうことですね。ビジネスをやろうっていうことは、過剰に自腹を切るっていうか、過剰にお金を払いすぎることはないんだけれども、必要な知識を得るためにやっぱりそれは体験してできてる人から話を聞くっていうのは早道であるのは間違いないですね。私は自分の教室をある意味そういう意味では実験台のように、いろいろ生徒さんを実験台にしたんではなく、マーケティングをいろいろ試すっていう上で実験台にしたんですけれども、それっていうのは将来に教えようと思ってる先生たちのリスクを自分で取るつもりでやっているっていうことが、私のとにかくいろんなものを全部試した経緯と内容なんですね。だから当然それに対して早道として聞いて、遠回りをしないで近道で実践してうまくいくんだったら、それは話を聞いて当然お金を払ってになります。人ってね、ただで聞くのって悪くはないんですけど、なんかね、真剣味がやっぱ足んない気がします。身にならない。やっぱちゃんと自分の大事な血と汗と結晶のお金を自分できちんと払ってやる勉強の方がね、
身になるような気がしますね。だから人からプレゼントされるとか、親からねお金出してもらってみたいな、そういう勉強ってねあんまり身にならないなっていう感覚があるんですけどね。まあこれは私の一人だけのあれかもしれないんですけど、だからまず第一弾は知ってるか知らないかっていう話ですね。でその先もう一つあります。セミナージプシーとかになっちゃう人もいるんですよ。なんか聞いてるだけでできちゃう気がするみたいな、それってものすごい大きな勘違いですよ。聞くのとやるのとでは多分1と10の差、下手すれば1と100ぐらいかもしれない。聞くだけだとね、なんかねできちゃう気がするんですよ。しかもできてる実践の人から聞くと簡単そうに聞こえるからでもね本当にやってみると分かりますよ。大変だから、だから1個だけでもいいから必ずやるっていう癖つけた方がいいですね。知ってると知らないかはもちろん大きな違いなんですけど、知ってることをやるかやらないかってこれはさらに100倍ぐらい違うような気がします。なので私は実践型っていうことを非常に重視しているし、自分も自分が実践したものでないと生徒さんに教えないっていうのを決めているので、まあなるべくたくさん教えたいからその分の量をね私頑張るわけなんですけど、だからよくクライアントとかに動画とかもね、例えばやるっていうと1000動画上げてくださいとかって言いますけどね、言うってことはやってるんですよね。当然私3000とか上げてますし、ブログとかね1000記事とか書くと変わってくるよ世界がみたいなね、そんな話すると当然私は2000とか3000やってるわけなんですよね。だからインパクトが出てくる数字っていうのがやっぱりどうしてもあるので、ある程度の量は必要になるんですけどね。なのでまずね、いい知識に出会う環境を自分で作る、学びのためにお金を払ってもです。それが1点で、その学びにお金を払ったんだったら実践しないと絶対にダメです。絶対にダメ、っていうことがありますので、しっかり稼げる教室運営のバイブルのね、その今日のテーマは知ってる知らないということで、まず知識を取りに行く、そしてそれを実践する、これをここからかけて1個でもいいからねやっていくと教室随分変わりますので、ぜひ実践してみてください。それでは。